日産自動車がかつて日本国内で製造、販売していたコンパクトサイズの SUV である。日本での販売終了後も欧州をはじめとした主要各国ではフルモデルチェンジを受けてキャッシュ界もしくはローグスポーツの名で引き続き販売されている。東行ではその海外使用者であるキャッシュ界、ローグスポーツ及び欧州で販売された派生車 キャッシュカイプラス2についても述べる。デュアリスは日産の欧州戦略車種として位置づけられており、欧州市場をメインに販売が行われる。2002年末に新型アルメーラーの開発計画が始動したが、十分な利益が見込めなかったため、同年12月13日に計画が一旦中止された。しかし、欧州市場において日産の評価は四輪駆動車と、 小型車に集中しており、特にアルメーラの属する C セグメント車は生産の3分の1以上を占めていたため、新型アルメーラの開発の中止は欧州市場からの撤退にもつながりかねず、日産の商品開発者に大きな危機感をもたらした。そんな中新たな商品企画が模索され、2003年7月に提案された新商品が現在のデュアリスである。 そのため欧州においては、アルメーラの後継者とされているが、開発段階においては全く新しいジャンルの車として開発された。まずはじめに、主たる市場となる欧州で、キャッシュ界の名で発表された。北米、台湾、韓国ではプラットフォームを共有する、同クラスの SUV、ローグが販売される。南アフリカ、中東諸国、シンガポール、中国、 ニュージーランド、南米諸国では、キャッシュ界の名称で、オーストラリア及び、日本では、デュアリスの名称で販売される。車題を共有している、エクストレールは、オフロードや、アウトドアアクティビティ、デュアリスは、都市や、パワードスーツをイメージした、訴求方法を取り、住み分けを図っている。当初、生産は、英国日産自動車製造会社のサンダーランド、工場で、 集中的に行われ、各市場に輸出する形が取られたが、その後日本向け車両に関しては、日本の日産自動車九州で、中国向けは、中国の東風日産で、現地生産されている。メカニズムについては、プラットフォームは、セントラやエクストレール、ルノーサムスン QM5 などで使用されている、CE プラットフォームが採用された。 エンジンはすべて直列4気筒で、ガソリンが1.6リットル HR16 で型と2.0リットル MR20 で型、ディーゼルは1.5リットル k 9 k 型と2.0リットル MQR 型が設定された。ただし2.0リットル MQR 型は、欧州向け2012年モデルからは姿を消し、変わって1.6リットル RQM 型が、ラインナップに加わっている。 トランスミッションは5速 MT、6速 MT、6速 AT、CVT が用意されているが、国内では MR20 で型 CVT の組み合わせのみが用意される。駆動方式は FF または 4WD で、4WD はエクストレールと同じオールモード 4X4 を採用する。フロントストラット式、リアマルチリンク式のサスペンションには、 日本車としては初めて減衰力特性に優れたザックス車製ハイスピードコントロールショックアブソーバーが組み合わされている。走行性能の評価は高く、開発者自身もフォルクスワーゲン・トゥアレグに負けない足に仕上がったと語っている。エクステリアデザインについては英国の日産デザインヨーロッパ及び日産テクニカルセンターヨーロッパが手掛けている。 チーフデザイナーは三代目プリメーラーなどを手掛けたステファン・シュワルツ。CFD 解析を日産車としては初めてクレーモデルが出来上がる前の段階で導入したことで CD 値を SUV としてはトップレベルとなる0.35とした。またカーウィングスナビゲーションシステムとセットオプションのオプションのサイドブラインドモニター装着によりサイドアンダーミラーが装着されなくなる。 なお、当初は、フロントグリルに、日産の SUV に共通する、縦に日本ラインの入ったものが採用されていたが、2009年9月の一部改良により、フロントグリルには、キャシカイプラス2と共通デザインのものに変更。2010年8月のマイナーチェンジで、センターに、V 字のメッキを配列した、日産 SUV の共通デザインに再度変更された。一方で、 日本国外使用者に関しては、キャッシュ界、キャッシュ界プラスに、オーストラリア仕様のデュアリスともに2010年3月に、マイナーチェンジを受け、フロントバンパーグリル、ヘッドライト、エンジンフードのデザインを一新して、フロント部分のデザインを大幅に変更し、同時にテールランプのデザインについても一部、変更されている。インテリアについては、リアの居住スペースは、 同社の SUV であるエクストレールよりは若干劣るものの室内長、鉱石スペース、ヘッドクリアランスはホンダ CRV やトヨタラブ4と同等とした。また一部グレードには標準装備される大型のガラスルーフは2007年4月現在で SUV としては最大量産車としても3番が目に大きい開口部面積を誇る。販売は好調で 2007年1月の販売開始から3ヶ月で年間販売計画台数の3分の2である6万台の受注があり英国サンダーランド工場においては2007年6月と2008年1月に2回の増産を行っているまたイギリス日産では2007年のトップセラーカーとなっているまたプラットフォームを共有する SUV のエクストレールは 4WD 車が販売の中心であるのに対し、デュアリスは FF 車を販売の主力としており、実際欧衆市場での販売の約70%は FF 車である。また、対抗車種をハッチバック車としており、実際欧衆においては、フォルクスワーゲンゴルフなどのハッチバックからの乗り換えが多い。クロスライダー発売当初は、日本使用車も、 英国からの輸入販売であったが、ポンド並びに、ユーロ高の影響と欧州市場の好調による、サンダーランド工場における生産稼働率の向上に、伴う日本国内への納入が遅れることを、避けるという二つの理由で、国内販売分に関しては2007年12月から、日産九州工場での生産に移管されている。これに伴い、 自動車検査省での社名は日産 UK から日産に変更され形式に K が付けられた。エンジンは中低回転域のトルクを重視した MR20 でガソリンエンジンのみでトランスミッションはエクストロニック CVT で 2WD と 4WD が設定される。グレードは 20G、20S の2種類が用意され 20G には標準で ガラスルーフが装着される。なお、20S には16インチホイールカバーが、20G には17インチアルミホイールが装着される。また、2008年9月からは、オーテックジャパン扱いの特装車であり、同時にカスタマイズカーの新シリーズとなる、クロスライダーが販売されている。20S 及び、20S4 をベースに専用デザインの、エクステリア並びにインテリアを装備している。 2010年8月のマイナーチェンジでベース車の仕様変更に加え足回りを専用18インチアルミロードホイールと専用タイヤに変更しフルオートエアコンやキセノンヘッドランプを全車標準装備式の面も向上された特別使用車2008年5月に発売同年11月末までの期間限定車ベース車は2 0 g お及び 20G4 ブラックカカオの二ーン内装色にオレンジブラウンの二ーンシートカラーが設定された。2008年12月に発売。欧州使用者に設定されるブラウンの本側シートおよび本側長度はア,アームレストを装備し内装色はブラックカカオの二ーンが設定された。また、全席ヒーター付けシート、運転席ランバーサポートなどが採用された。 2010年1月に日本で発売。ベース車は 20GE 及び 20G4。欧州使用車に設定されるブラックの本革シート及び本革長ドアアームレストを装備し、加えて欧州使用車のキャッシュカイ及びキャッシュカイプラス2に2009年より用意されるグレード N テックにも装備される18インチアルミホイールを装備しているほか、運転席。 助手席ヒーター付けシート、運転席ランバーサポート、助手席、シートアンダートレー、VDC を標準装備し、快適性や安全性を高めている。2011年6月に日本で発売。ベース車は 20GE 及び 20G4。前述のアーバンブラックレザーの第2弾となるモデルで、特別装備内容はアーバンブラックレザーと同様だが、 ボディカラーは、特別設定色のブリリアントホワイトパール3、コートパール、ブリリアントシルバーメタリック、スーパーブラックの3色と、ラインナップが一新されている。欧州で販売されるキャッシュカイの派生車として2プラス3プラス2の3列シート7人乗りモデル、キャッシュカイプラス2がある。形式は、J1 レイン。同社は2008年1月から、 英国日産自動車製造会社で製造が開始され、同年10月から欧州での販売が開始された。ベースのキャッシュカイに比べ、ホイールベースが 135mm、全長が 211mm 延長され、全高は 38mm 高められている。また、フロントグリルはキャッシュカイとは別衣装のものが採用されている。2010年3月に行われた、 マイナーチェンジでは、エクステリアデザインが大幅に変更されるが、それにより、フロントデザインは、キャッシュ界と共通となる。キャッシュ界コンセプトモデル中期型 20G、後期型 20G2014 年2月に、英国市場での販売を開始後、欧州各国に導入。プラスには T32 型エクストレールを、後継車種としたため、ボディは一種類のみとなった。つまり、 T32 型エクストレールのショートホイールベース版が2代目のキャッシュカイとなる。プラットフォームは、先代の CE プラットフォームに変え、新開発の CEMF を採用。エクステリア、インテリアとも、兄弟車種であるエクストレール、ローグのデザインテイストを色濃く踏襲するが、リアコンビネーションレンズやバンパーなど、細部のデザインは異なる。 エンジンについては1.2リットル直噴ターボガソリンエンジンとディーゼルエンジン2種がルノー製1.6リットル直噴ガソリンと2.0リットル直噴ガソリンエンジンが日産主導開発のものとなり欧州市場ではエクストレールとの住み分けを明確にするためにガソリンディーゼルとも先代よりも若干のダウンサイジングが図られすべてのエンジンの排気量が2.0リットル未満と なっているが、後に登場したアジアオセアニア仕様北米仕様では2.0リットル直噴ガソリンエンジンを組み合わせている。なお、日本市場においては、エクストレールに吸収統合されたため、同市場での販売は行われない。その他、ロシア、シンガポール、コスタリカなどでも販売されている。英国をはじめとした、主要各国におけるグレード一覧を紹介する。 三代目は1.3リットル直噴ターボエンジンに 12V マイルドハイブリッドシステムを組み合わせて搭載。さらに、欧州で初となる E パワーモデルを追加投入する予定である。E パワーモデルでは、世界初の可変圧縮比エンジン、VC ターボが発電専用エンジンとして搭載される。サスペンションに改良が施され、フロントは、 マクファーソンストラット式に、リアは駆動方式によって異なり、2WD はトーションビーム式に、4WD は20インチホイールの装着に伴い、マルチリンク式となる。また、安全運転支援機能として、プロパイロットも搭載される。チーム発足時から日産がスポンサーとして、キャッシュカイプラス2を提供しており、2012年現在も、前期型が使用されている。 ありがとうございます。